はい、どうも、サスノです。今日はね、このグーピー&コリドラス水槽の中にいるエビの動画です。エビメインの動画です。何かっていうと、こないだ餌あげてたんですよ。餌そりゃ毎日あげるけど餌あげてたんですわ。そしたらやたら真っ黒の、真っ黒の、エビがいまして、特にね、なんか買ったわけじゃないんですよ。黒いエビを。でもね、それを見て、うわ、すごっとか思って、一回、こう、網でね、すくおうと思ったんですけど、まあね、こんな隠れ家だらけの、ボーボー水槽じゃね、すぐ逃げられるんで、まあでもね、動画に、一目動画にでも、できればいいなと思って、今回撮りました。まあ、体色変化は、まあ、あるんでしょうけど、あんなにね、真っ黒だとちょっと面白いんで、撮っておきたいな。現れるまでね、動かしてみたいと思いますが、こういうのはね、餌あげた方がいいんすわ、多分。なんで、まず餌あげてみましょう。ちなみにね、うちの子たちはみんなこれ使ってますよ。テトラプランクトン。これね、神です、この餌。この餌は神です。コスパが大変いい。あとね、みんなよく食べてくれるんですよ。よし。これと、あとコリちゃんたち用にね、このおなじみコリタブね、ここら辺をね、いつもあげてますわ。こうやってれば、そのうち出てくるんじゃないですか。いいっすね、なんか餌でね、雪降ってるみたいですね。スノードームみたいじゃないですか。そんなことねえか。じゃあね、この状態でしばらく回してみたいと思います。来たよ、ほら、あれ、来たよ、ほら、あれ、あれですよ。湖見えるかな？ヒーターカバンの中入っちゃってるから、めちゃめちゃ心配なんですけど、やけどしないか。あいつっすよ。いやー、もうマジ諦めかけてた。諦めかけてたその時ですよ。いた。見えるかな？ほんとね、元はただのね、南沼エビなんですよ。ただの南沼エビがあんな感じになりましたね。実際ね、どうしてあんな体色が変わるのか、ちょっと謎ですけど、もしかしたらね、あんま珍しいことじゃないのかもしれないですけど、あ、言いました。ね、珍しいことじゃないのかもしれないですけど、まあ、面白いんで、撮りました。焦げちゃうよ。もう焦げて黒いのかな。もう、体が耐熱状態になってるのかな。あんまりにもね、ブラッキーなんでね、ブラッキーって名前にしましょうね。ブラッキーは出てこないですね、なかなかね。もうあん中に住んじゃってるんでしょうね、あいつは多分。どっちかというと、上のジュディの方が気になっちゃいますけどね。
黒いエビはさ、エビを探そうみたいな動画撮ってるのにね、上のジュディの方がね、気になっちゃいました。はい。じゃあね、ヒーターの後ろ入っちゃったんでね、今回はこんぐらいにしときましょう。本当はね、全体像が見せたかったんですよ。もうものすごいかっこいい黒なんでね。なんで、どっかでね、全体像、撮れたらアップしますわ。はい。じゃあ今回は、この辺で終わろうかな。餌。はい。じゃあ、また。ご視聴ありがとうございました。